メディアを再生する、エウーマン、チャップリンの助装は、1915年公開の短編サイレント映画、エッサネー社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。チャップリンの映画出演45作目に当たる。チャップリンが助装する作品としては、キーストン時代の多忙なツイタと、男か女かに続く3本目の作品であり、かつ、最後の映画に当たる。 エドナは父と母と共に公園に遊びに行く。父は公園で女友達とかくれんぼに興じていたが、うとうととしている間に目隠しをされる。その間に母とエドナはチャーリーを家に招待して食事をもてなす。ところが父が女友達を伴って帰宅したため、チャーリーは家の2階に上がって髭を剃り落とし、ドレスを着て女性になりすます。 父の友人や紳士は女性になりすましたチャーリーに惚れるが、やがてスカートが外れて正体がバレる。ここで母とエドナがすべてを明らかにし、大断言となる。女装は異様なくらい、彼に似合ったチャップリンの伝記を表した、映画史屋のデイビッド・ロビンソンは、こう論じている。しかし、似合った女装と引き換えに、この作品はいろいろと否定的な扱いを受けた。 北欧では1930年代までチャップリンの女装が上映禁止となっており、アメリカにおいても上映禁止といかなくても批評家は悪趣味であるとか下凡、そやで品がなくて歪説で許しがたい作品であると非難の嵐を浴びせかけた。こういった批判にチャップリンは一時的にダメージを受けるも短期間で周囲に奴らに目に物を見せてやろうと葉っぱをかけるほどの 立ち直りを見せた。チャップリン自身が映画の中で女装をするのは、チャップリンの女装が最後となるが、チャップリン映画そのものにはこの後も犬の生活で女装が登場し、1日の降楽でも女装が登場する予定であった。なお、チャップリンはエッサネーシャナイルズ撮影所に代わる新物件として、ブラッドベリーマンションを撮影所の代わりとして、前作、 チャップリンのお仕事から使用していたが、後に正式に入手して、マジェスティック撮影所となり、チャップリンの助走から使用を開始した。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を含む。1971年に映画研究家ウノアスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムでは44作目、犬の生活では、 ダンスホールのシーンで、ヘンリー・バーグマンが助走をして登場。1日の降落では、当初、225キロの体重を誇るトム・ウッドが、助走して、チャーリーの妻役を演じる予定であったが、パーバイアンスに差し替えられた。ありがとうございます。